この手だけでこのみんな綺麗にしっかりできてるんですけども、手だけで手つかないこと、しっかり足から足腰、その力を利用して体全部使って、ここに全部のこのパワーを集中させてください。この当たる瞬間にだけ足の力を利用して、これとっていうのは全然違いますよね。見てても分かると思うので、足腰しっかり使って体全体で引きを、中段突き一つ一つ本当にしっかり意識して集中してついてください、はい、足使って、足腰使ってって言いましたけど、ずっとこの突っ立ったままだったら使おうとしてもなかなか使えないので、常にこの膝の部分は余裕を持って、で腰も緩めて、膝と腰いつでもどこにでも動けるように緩めて、そのこの回転を使ってついてください。この突っ立ったままだったらでも難しいので、常にリラックスして最後の瞬間だけ、ここにだけインパクトを残せるようについてください。じゃあ、あと10本。